皆さん、こんな感じで最近撮ったの覚えてます？畑このジメダズバリで何やったっけ。なんかあ、覚えてます、覚えてます。覚えてますか？何でしたっけ？プレゼン、プレゼン、そうだ。え、また映画の早くないやったと思うんですけど、ね、あれね、大変好評で。マジ？うちの、あの、嫁とかからスパンが短いんですけど、また同じプレゼン大会やろうかなと。ただまた映画だと、あの、さすがに、さすがになんで、ちょっとジャンルを変えてね、今回はね、アニメでいこうかなと。うわ、アニメね。アニメか。皆さんアニメ見ますよね？見ます、見ます、見ます。一番見てる、めっちゃ繰り返しめっちゃ見てるよかな。いや、けどね、やっぱいいアニメってそのみんな知ってるのが多いからそうね、大丈夫が知ってるものをプレゼンしたところでっていうのは、そうですね、前回のプレゼンで出てたから。そう、鬼滅の刃紹介しますって言うともう違うよね。いや、もう確かに勝てない、それじゃマイナーというか、そういったところ引っ張ってくるか。そうだね、言っといてよ、本当に。人事直前で俺だって知らなかったから、本当に。で、ちょっとプレゼンの内容なんですけども、まあ、前回と同じようになりたいなっていうことで、1人、持ち時間2分で2分、はい、そのアニメのね、あの魅力を伝えていただければと。でね、前回ちょっとね、田無とか洋平くんとか0票とかあったんで、前回を教訓にちょっと今回頑張ってもらえればなと。今回は何かあるんですか？言っちゃったじゃん。いや、あるのかなっていう。やっぱ前回も好評だった理由はもしかしたら罰ゲームがあってからかもしれないし。罰ゲームあったじゃないですか、はい、映画館の食べ物全メニューみたいな。今回どうですか？ちょっとさすがに最近罰とか多いんで。俺はその前回やっぱゼロ票だったんでリベンジに燃えてる部分あるんで、もうあのなしでも全然大丈夫ですけど、はいはい、皆さんがどうか。やっぱ刺激が欲しい。燃える何が、はい、そうです、負けられないで、やるからにはっていう。確かにどっちかは欲しいね。1位になったら何かか、2位になったら何かが、あ、どっちかあったらやる気は出る。そうだね、せっかくならね。そうそうそう、1位にならなくていい人は気合い入んないから。あ、そうか、ビリだと思う。ほら全員確かに、確かに結局ビリか。結局ビリか。結局ビリが一番ピリピリしちゃいますから。確かに確かに。1週間炭治郎生活。ああ、もう見た目ね。ねずこのも背負ってもらって。大地くん炭治郎似合いそうだね。確かに。似てるもん。お前やめろ。じゃあ大地くんは固定として。相方探し。毎回その俺プラス相方で。お、お、あれ。ビリー以外に全員分アニメを見る。ああ、はいはいはい。7、6本見るとか。まあでも全て血となり肉となりますから。確かにね、知識も入り、こっち亀とか全部見てるやついない、多分ワンピースじゃないです1000話とか多いでしょ。ただやっぱりその王道のやつはプレゼンするかどうかっていうところがあるから。確かに確かに確かにね、リスクもあるわ、うん、じゃあちょっとプレゼンの順番決めましょうか。はいはい、これ大事ですよね。大事だね。はい、6番5番。やばい。7番あ4番2番3番。皆さんどうでしょうか？お願いします。大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、いきますか。多いですか？じゃあお願いします。じゃあ1番って陽平くんですね。それでは私陽平先生のプレゼン始めさせていただきますね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回私皆さんにご紹介させていただきますのは地獄楽です。皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、もしかしたら知ってるけど気になったこともあるんじゃない、あの気になってる人もいるんじゃないかなということでね、まず最初に聞きたいのはですね、皆さん大切な人いますか？皆さんにとってきっと一人ぐらい大切な人がいると思うんですけれども、これはその主人公が大切な人にもう一度会うための物語なんですよ。もうちょっと詳しく説明すると、主人公はガビマルっていう、まあ、岩隠れの忍びだった人なんですよ。まあ時代で言うと日本がそのまま使われてて、まあ、確か江戸ぐらいかな。で、そのガビ丸っていう主人公は抜け人なんですよ。つまり里を裏切って抜けた人、これって死刑に値するんですよ。で幕府にとっ捕まられるんですよ。で死罪確定なんですけれども、ある時ですね、その死罪人たちが集まっているところに行くと、この中から一人無罪放免にしてるって言われるんですね。で条件があると。
なんかその秘境みたいなところにある不老不死の薬を取ってきた者たった一人だけが無罪放免にして、お前らの好きなように生きていこうって、おーっつって、ガビマルはあのそのもう捕まってから生きる気力がなくなってたんですけれども、その死刑執行人に首切られる瞬間に生き抗おうとしたんですよ。その時に気づくんですよね。あ、俺は妻に会いたいんだと。あ、その人妻なんですけどね、大切な人っていうのは妻なんですけれども、妻にもう一度会いに、俺は何としてでもその秘境で不老不死の薬を取ってもう一度会いに行く。ところがある時その同じ自然人の人からこんなこと言われるんですよ。その妻って本当にいるんですかって。実はその岩隠れの長から現実をかけられていた可能性があるんです。続きは皆さんの目で確かめてください。1分でしたっけ。ガチガチガチ、危ない、5秒です、危ない、5秒。先生よろしいでしょうか。お願いします。じゃあ僕のプレゼンいきます。お願いします。お願いします。皆さん最近あのハマってるスポーツってありますでしょうか。今世間でバスケがすごいにぎわってますよね、うん、はい、そんな中バスケの有名なアニメ2つあると思います。スラムダンク、もう一つ何かご存知でしょうか。アヒルの空、バスケのこれもともと漫画なんですよ。漫画が先行して出てて、で、最近になってアニメでも放送されたってことになるんですけども、これなんで僕すごい好きになったかっていうと、バスケって基本身長が高い人がやるスポーツなんですよ。そんな中主人公車谷空くんっていうんですけども、身長がですね149センチしかないんですよ、うん、これもう高校生なんですけども、もうはっきり言うとすごい小さい、バスケやるには。ただそらくんは本当にバスケが好き で自分が身長低いってことをもう分かってるんで、もう高さで勝負するよりかもう地道なシュートの練習で、得意なものっていったらスリーポイントなんですよね、はい、でそんな、車谷君高校入学したところ、クズ流高校っていう、まあ、通称クズ校って言われてるところなんですけども、そこがですねなんとあの不良の集まる場所 でバスケにいざ入ろうって言っても本当にヤンキーしかいないんですね。そこでもうお前バスケやんなみたいな感じ でちょっと車谷くんもあのバスケやりたいけどできないみたいな、そんな葛藤があったんですけれども、それでもなんとバスケやることができるようになります。そこでなんと、集まったバスケの部活の仲間それぞれみんな抱えてるものがあります。抱えながら、試合に出て、で勝つかと思えば負けばっかりなんですね、はい、でその理由はアニメをご覧ください。言えない。これは難かったね。前回王者ですよ。ちょっと待ってね。確かに前回王者、確かに何を出してくるのか、はい、確かに気になるな、はい、僕は絶対被ってない自分あります。あ、はい、あ、すいません、じゃあすぐ行きます。行きますね、はい、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。私が紹介したいのはビビフローライトアイズソングというアニメでございます。Android とか AI とかチャット GPT とかめっちゃ最近栄えてるじゃないですか。その結構未来の話で、もう AI とか Android が普及しまくって、もう基本的に人間のやるような仕事は全部 Android にやらせましょうと、でいろんな Android がもう仕事を各自持ってて、遊園地のなんか受付とか荷物持ちとか、なんか病院のお仕事とかいろいろ持ってるんですけども、人類初の自立人型 AI、もう人間みたいに知能を自分で持ってる AI のビビっていう女の子、かわいい女の子のお話なんですけれども、そのビビっていうアンドロイドのお仕事が、歌を歌うお仕事、例えばそのショーとか遊園地とかで歌を歌うお仕事なんですけれども、ある日とあるぬいぐるみの AI みたいなのにこう接触を図られて、100年後にこの世界終わりますと言われます。でなんで終わるかっていうと、AI が人間を超えちゃって、もう人間に反乱を起こしちゃって、人間に任せられないので、これからは AI が支配した方が効率的で生産性が高いから人間を全員殺しますって言って、このままだと100年後にもう
人間がいなくなってしまう。だからこの今の世界を直すにはその接触してきた AI は、僕は100年先の世界から来た AI で100年先の未来を知っていますと。ビビ、あなたに未来を変えるために今から言うことをしっかりこなしてって未来を変えてくれっていう、その未来を変えるためのビビのお話がそこから始まるという。で、第1話目の最初のカットで映されるのが、人間がもう抹殺されまくって血だらけで、アンドロイドだけがこう、あ、なんか人殺しまくってるんですけど、そのバックに流れてる歌がビビの歌っていう。なんででしょうか。あ、すごいな、きつい、すごいわ。また時間系ですか。盛り込めない。いや、すごい、でもすごい、あれは、あ、知ってるんですか。僕見た、見た、あ、見た人います、ビビ。まあ俺もあれ、はじめさんにプレゼンされて見てるから、俺めっちゃ良かったし、面白かった、そうそうそう、そっか、俺ケンスキに言ってたか。いきますか。あ、よーさと、あ、よし、ちょっと待って、いいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕が今回紹介するのはアタシンチですね。こちら国民的日常的なアニメで見られる、ほのぼのとした日常を映したアニメで、家族っていいなって思わせる内容のアタシンチっていうアニメなんですけども、現代ね、忙しさに振り回されて疲れてるっていう人いっぱいいます。そんな方々に特にね、たまにはぼーっと考えずにね、見てほしいアニメ、それがアタシンチなんですけども、アタシンチの魅力はですね、ズバリ個性的な主人公なんですよ。お母さんがね主人公で、立花家っていう4人家族の物語なんですけど、お母さんがもうね、インパクトパンチが強い二頭身、そんなだけでおもろいんですけども、髪型もちょっと恐竜みたいな。で、何がおもろいって、主人公何するか分かんないんですよ。もう常に奇想天外、ちょっと僕みたいな、ふえみたいなね、プレゼン中にふえふえとかやっちゃうぐらい、主人公のあたしんち、お母さんもすごいパンチが、あ、やばい、これ評価下がるかもね。まあ本当に何するか読めない、日常でゆるふわなんだけども、クスクス笑える場面も多い。で、あたしんちですね、立花家、お母さんがすごいうるさいんですけど、反対にお父さんはすごい無口で、まあ、そのギャップ、何、え、この二人ってうまくやってけんのとかっていう見どころも多かったり。まだ40秒あんのかよ。まあね、本当に結構スルメっぽいんですよね。なんか癖になっちゃう、退屈でもあるんだけど、ダラダラ見れるっていうのがまたね、アニメの良さでもあって、結構頭使うアニメも多い中ね、本当にストレスもねなく見れるアニメなんですよ。ああ、そう、大事なこと忘れてた。あたしんちの最大の魅力はですね、説明できない面白さ、これがね、あたしんちの最大の魅力です。ぜひ見てみてください。はい、長いな、ちょっと見る。それを説明すれば、いや、それは何だろうっていう、最後に全部それがもう最初すごい良かったのに、ゆずとみかんの話しない。ゆずとみつひこは見てほしい。みつひこはゆずとみかん、みかんだ、知らないの、コナン君みたいな。私んちって何話だ。やばい、やばいっす、これやばい、やめてくれ。じゃあ行きます。はい、はい、はい、今回僕が紹介させていただきますのは、グレートプリテンダーっていう作品です。皆さん見たことありますか。はい、ある人、お、来たぞこれは。このグレートプリテンダー、まあ詐欺のお話です。で、あのコンフィデンスマン JP っていう日本のドラマあるじゃないですか、あれは見たことありますかね。もうあんな感じのお話なんです。詐欺で、あの悪者から大金を奪うみたいな。だけど、そのコンフィデンスマン JP が放送されるより前に、そのグレートプリテンダーは執筆をされたらしいので、パクリとかじゃ全然ないんですよ。で、ストーリーなんですけど、まず主人公、冴えない青年、僕みたいなひょろがりの青年がいて、詐欺師なんですけど、そいつがいつも通り詐欺をしていたんですね。で、外国人観光客に詐欺をしたところ、逆にその外国人に自分の財布を取られて、ロサンゼルスに行っちゃったんですよ、その外国人が。で、その外国人を追いかけていって、その実はその外国人が天才詐欺師だったという。そこから物語が始まって、その冴えない主人公と天才詐欺師と3人ぐらいのグループになって、その海外の本当に
巨悪な人たちから大金を奪うっていうお話なんですね。詐欺で、これ本当に面白いですあのスカッとするんですよね、うん、やっぱりその悪者悪役から大金を奪うっていうのは。あとその見やすいです。とっつきにくいと思うんですけど、アニメを一から見るって。でもその出てくる主人公たち3人とその悪、この対立がシンプルなので本当に誰でも見やすいし、その4話ぐらいで1人の悪役を倒すの4パターンみたいな、4話完結が何個もあるみたいな作品で2シーズンあります。よかったら見てください。前回に続きまた泥棒ものというじゃあ行きますか。お願いします。はい、二人でやんの行きますか。行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回僕が紹介するアニメ、赤目がキルというアニメとなっております。見たことある方いますか？ 1,2,3,4,4 人。今回僕が紹介するアニメ、ウマ娘プリティダービーというものになっております。ウマ娘、あのね、実際存在する馬の話を歴史に沿ってやるアニメなんですけど、一匹の馬の話させてください。サイレンス鈴鹿っていう馬がいます。めちゃめちゃ速くて、もうスタートから馬ってね、戦術があってね、最後にスパートかけて一番後ろから追い抜く馬もいれば、最初から一番取り続けて逃げるみたいな馬いるんですけど、サイレンス鈴鹿一匹はスタートから最後まで走り抜けるっていう馬で、1位のまんま走り抜けるっていう馬で、もう実際だと武豊さんっていうあのすんごい有名な人が乗ってる馬だったんですけど、もう絶対優勝するだろうなっていう中で、大会の途中でもう圧倒的一着のところからサイレンス鈴鹿が途中でね、足を折りまして、馬って足折るともうめっちゃ重大な血管通ってるから死んじゃうんですよ大体。でもうすぐ倒れてもいいような骨折なのにもかかわらず、レーンから外れて後ろに武豊さんを乗っけたまんま、レーンから外れ、コースから外れて端っこで他の馬が通り過ぎて、あの絶対に武豊が安全になったところで倒れて武豊を下ろして、サイレンス鈴鹿は死んでいくんですね。そういうあの感動的な馬と人と馬と馬の感動的なエピソードを、あの可愛い女の子に当てはめて感動にしてやっている物語、ウマ娘プリティダービーでございます。ありがとうございました。ウマ娘のさ、アニメはさ、サイレンス鈴鹿の女の子じゃん、うん、おんぶして走るってこと？いや、一人で走る、うん、滝豊とかそういうのはなしでってこと？これ以上言うんじゃねえおっさんしようって女の子じゃん。リンクがなくなっちゃった最後ですか？最後だ。うわ、ターザン？ターザン行くか。ジャングルの王座、ジャングルブック行くか。今回私が、ご紹介させていただくアニメ、ゾン100というアニメですね。見た方いますか？アニメで見てるんですね、みんな。アニメで見てます。今回、私が、ご紹介させていただきますアニメ、ちょっと待って、なんかで絶対見てるな、これ。私の幸せな結婚というアニメ見てる方いますかね？ちょっと見た。あの一人の女の子がいるんですけど、その女の子が、いるお屋敷があるんですよ。そこのお家はすごいお金持ちで、でお父さんとお母さんとで妹とそのお姉ちゃんがいるんですよ。でその中で生活しているんですけど、お姉ちゃんだけ奴隷のように扱われてるんですよね。で妹にもなんかすごいお姉さんは汚いとかいじめられてるんですよ。でその理由がそのお母さん、お父さんがん？お母さんがあの違う、あ
今のその家族の本当の子供じゃない。で、お父さんが再婚して一緒に連れてきた子で、でそこでもう弾かれちゃってるんですけど、その女の子が のある時にここに嫁ぎなさいって言われて嫁いで行った先がすごいイケメンの超勇者さんみたいな人で、その人のところで、生活を送っていくというそこじゃない、そこじゃない、そこじゃないんだよ、そこじゃないんだよ、そこじゃないんだよ、嫁いで終わっちゃったよ、そこじゃないんだよ、その後だよ、一つの家族の動きを教えていただいてじゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃ前回同様ね、自分以外の人に1票ずつ、でも2票ですね、2票、うん、持ってて、自分以外の人に1票ずつ入れる、はいはいはい、というわけで集計結果が出ました。じゃ前回同様1位からですかね。ああ、うん、で1位の人は、カメラの後ろにいるスタッフさんが指さして、はいはい、その方が1位です。でそれ以降に関してはその1位の方が発表していくって形なので、なるほど。じゃあアニメのプレゼン第1位は願うまでもないの。2人いる。2人いる。2人同率1位。同率1位がいる。うわ一気に一気に減るやん。何人いるのか。2人いるようなので、じゃあまず1人目おー、マジでかい。ありがとうございます。ちょっと拙い説明でしたけれども、あえて追記させていただくと、本当にアンドロイドに人間殺される未来近いっす。いや間違いない。俺たちより仕事できて正確だったらそれアンドロイドにやらせますから。うん、ぜひ見てほしいですね。本当に結構理にかなったというか、ありそうで怖い話でした。やばいなー、やばいなー、やばいって。ここ同率ビリもあるわけですよ。ここは好きだな。確かに同率1位が2人いるとありえるね。ビリコクだよ。同率1位はまた父さん。いやーねー、ありがとうございます。これやっぱ作品選びが重要だ。こう見てない人が多ければ確かに刺さりやすいね。まあ、こっからよね。そう、こっから。まあ、ここは俺分かった。俺分かってた正直。2位、うん、1名です。おぉ陽平先生、ありがとうございます。2位だ。まあまあまあ、確かに素晴らしい。まとまってたわ。ちょっとね、これは本当になんかね、忍者っぽい SF 要素もあるし、どっかね、進撃の巨人味もあるんですよ、ちょっと。エロいっすね。あとエロいっす。出てくる人みんな可愛い。なるほど。あとなんかの仏教をいじってる感じ怖いですよね。そうなんですよ。不思議な感覚が。次は4位。あ、じゃあ2位。次が3位。3位発表します。タナツさん。おーやったー。なんでマジか。やばい、マジ。マジマジ展開おもろ。まあ、はい、ありがとうございます。はい、赤目が切るも面白いんで。そっち。さあ、残すは3名、大地くん、トゥイ、ケンスケ。頼む頼む。いや、本当にビリが2人であることを祈る。俺は4位、発表します。頼む、これ来い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 。こーい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 。まずか。こーい。うわぁ。大地さん。はい、終わった。まあ、だよね。うわ。いや、私に使ってるはず、さすがに。これだけ言わせてください。ちょっと後半時間なくて、あんま喋れなかったんですけど、アニメでいう、ちょっとほんと最後の方。ソラくんのお母さん。そうなんですよ。ここまでしかちょっと言えないんですけど。絶対死ねえや。泣きます。絶対死ねえ。すごい泣きます。あれは同率ではない。同率であってくれ。5位。5位があるんか。発表させていただきます。頼む頼む頼む。絶対分かんない。分かんない、本当に分かんない。ガチで分かんないわ。マジで俺もある。マジである。確かにここ変わってる人しかいないから。ワンチャンあるぞ。発表させていただきます。頼む。ここある。5位。ケンスケさん。ちなみに、はい、トゥイも5位。2人ビリです。あー
にビリです。あああ誰も入れてない。はい、2人0票でした。まあ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 、なるほどね。まあそうなるね。うん、ケンスケ頑張って私んち見て。私んちじゃん、ケンスケ。リュウやばい。そうだよ、何や、6番で自分でやってるから。褒められてるぞ、ケンスケ。そう、700話ぐらいあんちゃう。ああ、なるほどね。そうか、そうか、お互いビリだから。じゃあ私んちと、なるほど、花嫁修行の大合戦。花嫁修行大合戦。ああ、以外か。以外、まあ、ありがとう、お前、さあ入れてくれて。